はい、秀吉です。どうも、今日は久しぶりに滑りに来ております。今日はですね、僕のスノーボード友達のですね、元 A 級インストラクターのですね、こう今はこうサラリーマンやってるですね、こう店長店長でいいのかな、店長がこうちょっとですね、こう、みんなが悩めるヒールサイドについてちょっとですね、その店長の元 A 級インストラクターはこんなところを意識しているよっていうのをちょっと聞いてみたいと思いまして、何かこう一つでもねきっかけになればと思うんですけれども、まあこう人それぞれですね、こういろいろちょっとなんか感覚とかイメージとか、こう体のね使い方っていうのはまたいろいろ違うと思いますので、でもちょっと何かね一つきっかけにこの悩める難しいヒールサイドが、あ、なるほどこんなことを意識してるんだと、あ、なるほどここ使ってるのかというのがちょっと分かるとこういいのかなと思いますので、ちょっと店長にですね聞いていきたいと思いますので、はい、僕の友達の、はい、元 A 級インストラクターの店長でございます。店長って、はい、店長さん、はい、店長、どうも。どうも。役職店長です。はい、今日ちょっとですね、ヒールサイドのちょっと引き出しをですね、ちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、ちょっといろいろ何かこうね、元 A 級インストラクター、今、こう、サラリーマンボーダーでこう楽しんでるんですけれども、こうなんか引き出しをね、聞けたらいいとなと思うんですが、ちょっとなんか、はい、ちょっと座っていただいてもいいですか。座っていただいて、なんかこう、ちょっと、何か、はい、はい、そうですね、2からの切り替えでヒール入るわけですけど、はい、ヒール入るときに、はい、やっぱしまず目線が一番最初に来ますよね。目線大事。目線、まず2から2で来ます、はい、切り替えですって言って、まず目線で行く方向、はい、次のターニングポイントぐらいを見るんですけど、はい、まず目線、はい、そこから目線が来て、体を起こして、骨盤、足元という順番でヒールサイドの滑りに入っていきます。で、まず切り替えた瞬間に前足少し意識して前足に乗りますよと。少し前足気味に乗っていただいて、基本姿勢入っていきます。そこから前足乗ったままで荷重かけていきます。というのを意識してたんで、今の板っていうのはハンマーヘッドが多いです。でハンマーヘッドは、セットバックたくさん入ってます。例えば私が今年乗ってるのはシマークっていうヨネックスの板。ああはい、これヨネックス、新しい今年モデルの。今年モデルのヨネックスシマーク160なんですけど、これ、はいはい、セットバック40mm 入ってるんで、はい、かなり体が後ろの方に来てるわけですよね、はいはい、でそういうのもあって少し切り替えた時に前足に体を乗せてあげる。ちょうど前足のビンディングからこう一歩の線ができるぐらいに、はい、切り替えた時にこんな感じになります。まあ、セットバックがたくさん入ってるという話はちょっと今しましたけど、40mm、はい、40mm 今僕の板で入ってるんですけど、はい、そこから、40mm 入ってるんです、まあ、ただ前足寄りに立ち上がりますって言っても、こうじゃなくて、はいはい、ビンディングからこうまっすぐこう体のラインが来るぐらい、あ、意識してるという意識してますね。そこから、徐々に沈み込んできますよという感じで、その時に前足を曲げるんじゃなくて少しやや伸ばし気味、曲がらないってことはないんですけど、伸ばし気味に、板の方に荷重してきます。そうすると後ろ足の方に、後ろ足が自然と曲がります。まあ、前足にこう立って、前足からこう一歩のラインができるようぐらいで、そこから沈み込んでいきます。で前足に膝は曲げない、多少曲がりますけど曲げない意識で沈み込みます。板の方に。そうすると後ろ足が勝手にこう曲がってしまいます。勝手に。曲がります。で、はい、そうですね。前足も、まあ、普通に沈み込みも曲がるんですけど、前足より立つ意識があるんで、はい、あんまり曲がりません。で、前足の方が逆にここの股関節を、はい、こう曲げるイメージ。あ、そこ意識してますか。膝を曲げます。で、はい、こういうイメージになります。ヒールサイドっていうの。はい、こうすると、
イドターンの時に板の方が安定してすごく深く切れ上がります。あの後ろ足の意識、膝の意識はどんな感じでしょうか。後ろ足の膝っていうのが、はいはい、まあこう曲がるんですけど、はい、これを少しこう、あ、内へ絞る感じですか。この前膝につけるようなイメージ。あー、それポイントですね。そうします、はい、それを絞る、はい、これがこうだとこのまま曲がっちゃうと、そうですね、板がこう押し出されるんで、はい、なる、はいはいはい、ガガガガガッと、はいはいはい、ここ結構ここ重要ポイント。そうですね、この膝特に沈み込んでいくときにこの膝がこうじゃなくて、うん、こうです、うん、これ重要ポイントですね。はい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 、こう曲がって、こっちへ曲がるんじゃなくて、うん、はい、そうですね、曲げながらこう、曲げながら、はい、内に絞る感じ、はい、で前膝も当然、まあ、伸ばし気味ではあるんですけど、うん、そうですね、前足は伸ばす、こっちへ、ターン方向へ、うん、あの意識してこうやってもらって、はい、で、ヒールサイドの時にこっち今後ろ足、後ろ膝をこう内側絞るって言いますが、その時にできればこう、まあ、ここにあの当然エッジ乗ってるのでここに体重もかかるんですけど、はいはい、少しこの辺でこう踏んであげるようなイメージ、あ、イメージ、意識が、イメージは、後ろこんな感じです、ね、あ、そんな感じで、はい、そんな感じ意識してますか。この意識があると膝が勝手にこう入りますね、はい、あ、入る意識です、そこ意識してる、そうですね、そうですね、意識してます、なるほどですね、してますね。もう一度この骨盤っていうのはどの辺をちょっと意識してる感じですか。骨盤が、はい、もう一度骨盤を、通常この前の角度とほぼこうなんです、はい、こうとか方向向くんですよ、若干ですね、ターン方向へ向けてもらった方がいいです。膝、後ろ膝をこう入れるためにも、はい、この骨盤を少しこう、あ、はい、ノート方向、こっちじゃなくてノート方向へ向ける、あ、骨盤を、はい、いや、を意識し、そういう感じになってる、意識してますね、あ、そういう感じですか、はい、はいはいはい、この荷重した時にマックスの時に大体、5ぐらいにはなります、あ、均等ぐらいの感じなんですね。そうですね、はいはい、あの前足切り替えた時は前足に9対1ぐらいになるんですけど、はい、ターンピーク時にはこう遠心力というかその落下していくときにスピードが出てこう後ろへ持ってかれるんで、はい、体が、はい、そうするとどうしても前足に乗り続けるっていうのは難しいんで、はい、ただ意識は前足に乗せていくイメージ、あー、はいはい、落下していくその遠心力というか持ってかれるんで後ろへ持ってかれるんで、はい、こうなります。結局、あ、結局、結局91、違う、いやいやいや、僕は一応64とか73ぐらい、7364ぐらいなんです。そこはもう遠慮しずに後ろ8とか言ってもいいですけど、いやいや冗談ですけどね、僕はもう冗談ですけど、結局55ぐらいにはなってると思うんです。両足均等感じぐらいのいい感じですね、なってますね、はい、これはもう結構人それぞれね感覚が違いますので、こう一概には ね、 そうですね、言えない部分はありますんで、こうね、このやっぱりこう人それぞれの感覚がありますから、そうです、そうです、うん、何かこう一つのねあのきっかけになれば、いや、ま、うん、前足に乗るっていうのは大事だと思って切り替えて、あ、そこから前足意識して、うん、前足を意識して荷重していくっていう、うん、前足を離さないっていうか説明を離さないっていうか前足に力入れたままで荷重していく、とトライの部分ですね、そこは、そこのトライの部分、はい、トライですね、トライの部分からもターンピークまで、うん、トライ、はい、ターンピークじゃ次の切り替えまでは前足意識して、はい、うん、離さない、離さない、前足を意識する、後ろ足にはあんまり意識しない、なる、あ、なるほどですね、で後ろ足で意識するのは膝の方向だけ、あ、はい、この、はい、この方向だけです、うん、そこがこう結構いいアドバイスポイントですね、重要ポイント、これ結構、はい、結構、はい、そこ重要ですね、こう蹴り出す、あ、はいはい、そうですね、板がずれちゃう、そうそう、板ずれちゃうですね、はい、ずれちゃってあのやられますよね、やられる原因で、はい、この膝の前、後ろ膝をこう入れるのは大事、はい、あ、はいはい、そうすると骨盤も勝手にこう来るんで、あ、そこ重要ですね、逆に骨盤がこうなってると後ろ膝がなかなか入らない、そう、そうですね、入らないですね、そうですね、うん、そう、絞る感じですね、絞る感じ、うん、これは本当に結構重要なポイントですね、これは意識してます、はい、重要ですね、はい、いやいや、ありがとうございました。こうですね、こう何かこう、やっぱね、人それぞれ感覚が違いますんでね、こうやっぱりこう何か、ああ、なるほどとね、こう分かっていただけるとすごくね、嬉しいかなと思いますので、こうね、やっぱ人のね、いろいろ、ああ、ね、ね、うまい、いくら違ううまい人が言ってもあまり意味わからない場合もありますし、こうね、聞きやすいとかね、いろいろありますから、こうね、なかなかいいポイントかなと思いました。はいはい、今日どうもありがとうございます、店長。またなんか、こう、間違いまたなんかこうね、このヨネックスの今年モデル、160、ハンマーヘッド。
ちょっと見せていただけたら、こう色をちょっと見せていただけたらと。ああ、それ。この辺のまたレビューをですね、また次回この板のハンマーヘッドの今年モデルのヨネックスを聞きたいなと思います。また次回ちょっとなんかレビューしていただければなと思いますんで、どうもまた今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。